本日の映画をお願いします。ザ・ファブル2、今年のない今年のない今年やって、はい、まあ岡田准一が出て、はい、いやーな、日本映画もねこんだけ面白いのが作れるのかなっていうふうに私は思ってるんですけどね、ちょっと過大評価かもしれないけど、まあとにかくあれですよ、あのサスペンスアクションで、アクションすごいですよ、うん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 、これは本当にあれ実写なのかなと思うけどすごいね、そうです、うん、いろんなのがどんどん出てくるけど、はい、あのまあちょっと映画のコマーシャル的にもやってるんだけどさ、あのどっかのアパートメントみたいなのがあった時に、あの周りにそのちょっと修繕するところの足場があるんだけど、その足場のところみんな岡田が走り抜けたりしてバッバッバッって崩れたりするのすごいよね、やっぱりあれは面白いしね、うん、でもまた安心してあるでしょ、見てたでしょ、絶対に死なないしもう超壮絶アクションって感じでね、はい、うん、面白いと思いますよ、ああいうの、前の私大好きでございますね。そうなんです、ね。岡田准一やっぱすごいと思うよ。あれ他のさ結構さ、あのほら、永遠のゼロとかね、はい、なんか出るじゃない。はい、あの百田さんのね、はい、やつに、ああいう時は結構真面目な感じで、うん、今回は全然そうじゃないけどね、うん、ほとんどもうあのコミカルっていうかね、うん、だからあのなんかアクションなんだけど、うん、まあ本当コメディって感じですよね。うん、途中でもう面白いあのなんかお約束のジョークもあるしね、必ずあちちちとか言ってね、それでね、そういう場面もあったりね、うん、まあこのファブルは前から見てたんだけど、はい、なんというあのこのデタラメさ痛快でございますね。前作と今作比べるとどっちが好きですか？あ、アクションはね、前のより今回2の方が上がってるような気がした。あ、そうですか、うん、いろんなのがあってね、うん、あの、まあ、前作も面白かったけど、うん、まあもうあのね、ご承知の通りね、もうすごく人殺すんだけどね、だからもう人殺しまくりで、もうあんなの現実にはないよねって言ってさものすごいよね、あの警察どこにいるのかと思うよ、警察全然出てこないからでどんどん人殺しちゃうんだけどね、もう 6秒で殺せるとかいう話だとにかく残殺ですごいですけどねそうなんです、うん、これは前作見てなくても楽しみます、全く同じ、ええ、とにかくまあ、ね、一人もないからな、はっきり言えばそうなんですね、アクションも楽しむ、うん、ただ単にアクションも楽しむって映画ですよね。わかりました。